こんばんは、KYスタイルです。今日はミニマリストな私のお財布の中身と金運が上がるお財布についてご紹介します。お財布は一番右のものを一つだけ所有していますが、買い出し用のお金入れとカードケースも所有していて、普段この二つは家に置いています。なので、こちらが私のお財布となります。2013年にハワイで父に買っていただいたお財布で、とても気に入っていて、もう10年近く愛用しています。そのため、四隅の黒ずみなど、少々劣化が目立ってきたので、そろそろクリーニングに出して、今後も使用していきたいと考えています。お財布は、自分より収入が多く、経済的に安定している方からプレゼントしていただくと金運アップに効果があると言われています。こちらはシャネルの2つ折りの長財布で、素材はラムスキン、カメリア柄のデザインのものです。それでは中身をご紹介していきます。開いて左側がカード入れとなっていて、カードポケットは全部で8つ。カードポケットの下に大きめなポケットが2つあります。開いて右側にも大きめなポケットが2つ、お札を入れるスペースと小銭を入れるポケットがあります。小銭入れの部分は結構黒ずんでしまっているので、早急にクリーニングに出したいと思います。カードもお札も小銭も取りやすくてとっても使いやすいお財布です。続いて中身をご紹介します。お札は必要な分だけ極力ピン札で持ち歩いていて、小銭はできるだけ作らないようにしています。こちらは京都の銭洗い弁店で現れた五円玉。年末年始宿泊した京都の旅館からいただいたもので、縁起がいいので今年一年お財布に入れておこうと思いました。来年の初詣のお賽銭で使用予定です。それからお札入れとは別の場所に3万円を隠し金として常備しています。お金は寂しがり屋なので、ミニマリストでも多少お財布にお金を入れといた方が金運が上がります。続いて、お寺や神社関係のものもお財布に入れています。こちらは両親からもらった厄除けのお守り。こちらは京都のパワースポット、伏見稲荷神社で引いた一番のおみくじ。おみくじは一番とか大吉だった時だけ1年間お財布に入れて持ち歩いています。実はこちら昨年のもの。今年は17種類あるおみくじで、一番最悪のおみくじだったので、伏見稲荷神社に結んでおきました。こちらは草津に行った時に引いた大吉だったおみくじ。これらは去年のものなので、近々お寺でお焚き上げしていただく予定です。続いてカード類。カード類は常に必要なものだけ持ち歩いています。使用頻度の低いカード類は自宅に置いているカードケースの中に入れていて、必要な時だけ取り出して持ち歩いています。こちらは名画座神保町シアターと青山フラワーマーケットのポイントカード、マイレージカードが1枚、クレジットカードが2枚で、1枚目は MI カード、三越伊勢丹カードとなります。ポイントが貯まりやすいので、お化粧品やお洋服は極力伊勢丹で購入しています。2枚目はエポスカード、丸いカードとなります。こちらは利便性に長けていて大変重宝しています。最後は銀行カード。複数の銀行にお金を振り分けて入れているのですが、一番出し入れが多い三菱 UFJ のカードだけ持ち歩いています。ミニマリストなので、正直小さめのお財布やキャッシュレスにも憧れていますが、私はまだ完全キャッシュレス派にはなれないため、お札を極力曲げなくて済むため、機運が上がると言われている長財布を使用しています。ちょっとこちらは曲がってしまっていますが、富裕層ほどピン札とか綺麗なお札を持っている傾向が強いと言われているので、極力綺麗なお金を向きを揃えてお財布に入れています。小銭はできるだけ持ち歩かない方が不要な出費が減って節約になるかと思います。お財布はこれで以上ですが、最後に自宅に置いているカードケースと買い出し用のお金入れについて簡単に説明させていただきます。カードケースは半年に一度確認して不要なカードを断捨離しています。こちらは無印のカード入れでもう10年近く使っています。続いて買い出し用のお金入れ。こちらも無印のものとなります。ちょっと今2円だけ入っていてすごくカオスな状態だと思うんですけれども、普段こちらには1ヶ月に必要な生活必需品を買うためのお金とそのレシートを入れていて、後日スプレッドシートにお金回りを入力して生活費の管理をしています。
想定外の出費が出にくいのでおすすめです。ご参考になりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。